長州の生き残りがあの寺に逃げ込んだようじゃな。新作がおるかまでは分からんけんど、乗り込んで皆を助けるぜよ。幕府側の奴らとの切り合いは避けられんじゃろうが、覚悟はええかい。さすがおまんは肝が据わっちょるの。わしらは新選組に加勢しちょったき、ここで長州を助ければ裏切りも言うことになるかもしれんけど、すぐに行動を起こさんと手遅れになりかねんきの、火を見て追っ始めるぜよ。
あんた強いな。頼む、高杉さんを助けてくれ。追い詰められて今は本堂の方にいるはずだ。高杉さんも満身創痍だ。このままじゃ。ありがとう。これを受け取ってくれ。
僕の邪魔であれば容赦しないよ。あなたの方面白いな。少し借りるよ。この技気に入った。さんの役に立てるのにな。もし考えが、いや、やめておくよ。お前、よう止めてくれたの。さあ、とっとと新作を連れて逃げるぜよ。確かに気にはなるけど、そんなことより今は新作を助けるのが先じゃ。長州の京屋敷までならなんとか運べるじゃろ。この騒ぎであっちの囲みはへっちょるはずじゃ。早う医者に見せんと手遅れになるかもしれん。ほれ急ぐぜよ。あんたらにはすっかり世話になっちまったな。いや、起きて話す程度なら大丈夫だ。命の恩人たちの前で寝てなどいられるか。お龍が追ってくれて助かったぜよ。おまんに医術の心得があるとはのう。怪我の見立ては父さんよ。私は言われた通りに手当てしただけ。楢崎先生とお龍さんには感謝の言葉もない。あんたらが来てくれなけりゃ命を落としていた者も多いはずだ。わしも驚いたぜよ。ここでお龍と再会するとは思わんかったき。確かにできすぎた話だ。あんたらは深い家にして結ばれているのかもしれんな。そうなのかな。それはそうと、桂さんはその後どうじゃ。居場所は分かったかい。いや、池田屋の一件以来音沙汰なしだ。ただ今朝方屋敷にこんな手紙が投げ込まれていてな。何鴨川で待つ諸君狂いたまえ。こりゃもしかして桂さんか。断言はできんがな。松陰さんの最後の言葉はあの場にいた者しか知らんはずだ。
そうじゃとしてもいかには分からんじゃろう。ぼちぼちまとめ役の桂さんに出てきてもらわんと皆の足並みも揃えられんきの。悪いが頼めるか。俺も行きたいところだがまだ満足に動けない上にちょいと風邪気味でな。分かったぜよ。そうと決めれば早速行ってみるかの。京都にも長屋を用意しとるき、そこで支度するとええ。鴨川で落ち合うことにしようかい。気をつけてね、龍馬。おう、新作を頼むぜよ。